はい、続きましては、サムタイムユニット一期一会さん、よろしくお願いいたします。お願いします。すごい、いっぱいいるお客さん。公開生放送ですね。初めて来ていただいたんですけども、なんかちょっとね、見たことのある顔がみたいな、前に来ていただいたんですが、はい、その説は。じゃあこちらから、あ、今回初登場です。はい、初めましてですね。はい、初めまして、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。北野隆さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして福田正明さん。お願いします。で、玉城美希さん、よろしくお願いします。お願いします。そして、この二人といえば、前にあの、劇団アルクシアターさんの、告知で来ていただいたりとか、はい、そうです。はい、そして、以前は M テイスティさんで来ていただいたんですけれども、はい、今回は、サムタイムユニット151へ書くんですけれども、はい、今ね、あのホームページ超えてますよ、こちらから、はい、はい、はい、これどういう意味合いなのかな。まあ、サムタイムということは時々集まってとかそんな感じ、はい、あ、まさに、まさにそんな感じ。そうなんです。一応由来としては、うん、一番最初、まあ、1回しか公演やらないよっていうつもりで、ワンタイムユニット一期一会という名前で始めたみたいなんです。僕その時なかったの分かるんですけど、主催が、なるほど、で主催が2人その時いて、うん、で、まあ、そのうちの1人が、あ、違う、2回目をやろうっていうことになって、うん、その時に、まあ、じゃあサムタイムに変えよう、あ、ワンタイムからね、ワンタイムからサムタイムに変えたんです。んで、まあ、その時主催が2人いたんですけども、はい、まあ、1人、結婚してちょっと1回からちょっと引きまして、で、まあ、いつ戻ってきてもいいようにっていうかどうか分かんないですけど、まあ、1人で主催2人のうちの1人で、で、ハーフっていうその漫才公演ハーフっていうのをずっと続けてやってきたんですけど、まあ、その弾いてた方がですね、アメリカの方にも、あの、旦那さんのお仕事の都合でアメリカの方に行っちゃいまして、これは、うん、俺はもう番外じゃねえなって話になりまして、ね、行ってみれば、はい、まあ、今回第4回公演になりますと、うん、というところでございます。はい、ニュースべき。じゃあとりあえず、あの、今回ね、まずあのチラシの方を見ていただきたいと思うんですけれども、はい、どうも。そうですね、この変わらないもの、はいはい、ということなんですけど、ちょっとなんかメルヘンチックな絵が出てきましたけれども、これはまあ知り合いのですね、うん、まあ、絵描きさんにちょっと描いていただいた、はい、こんなイメージの話やるんだよっていう話になって、うん、で、はい、じゃあこんな感じでっていうチラシの絵をもらいまして、はい、それをほとんど加工せずのまま使ってます。あ、はい、なんかすごい、まあ、こういったお話なのかな、どんなお話なのかなっていうところではあるんですけど、はい、はい、まあ、ここ家がですね、はい、チラシに載ってるんですけども、はい、あのチラシに載ってる家、うん、これ、はい、あのシェアハウス、ちょっと古びたシェアハウスになってまして、うん、はい、でここにいる人たちのお話になります、うん、まあ、いろんな人たちがいまして、はい、まあ、みんな個性がある、うん、変わった人たちの集まりなんですけども、ええ、変わってますね。でしょうねって言っちゃう。でしょうね。それは言わないと。そうですね。言わないと。もう変わってるぞと。みんなそれぞれ変わった、まあ、ちょっといろいろ抱えてるものがあったりしてですね。で、集まって、まあ、日常生活が繰り広げられていくんですけども、うん、まあ、日常の朝ごはん、昼ごはん、うん、まあ、昼ごはんないかな、まあ、ご飯の様子とか、うん、あと、まあ、仕事行く時とか、うん、まあ、行ってきますとか、うん、掃除しますとか、創作活動しますとか、そういう日常のお話がちょっと見えたところで、ちょっと事件が起こるんですね。お、事件が起こってそれが何かというのはちょっとね、見てそこから先は見てからなんです、うん、見ていただいて、はい、ということなんですけど、うん、はい、じゃ福田さんは結局ね、あの劇団アルクシアターさんに所属ということなんですけども、はい、今回まあ参加される、ちょっとあのチラシで見て正直びっくりしたんですけど、ああ、このなんか、なんかあの二方はもちろん存じ上げ、もともと存じ上げてはいたんですけど、はい、そこにまさか福田さんが入ってくる、そうですね、ね、これでも実はあの演劇杯の方で出演ね、終わられたばかりなんですけども、はい、ありがとうございます、はい、またもうほとんど1ヶ月も経たないです、本当にそうですね、ね、これなんか参加されるに至ったら何か経緯とか、僕が高校生の時に一度この、うん、一期一会さんにお世話になっていまして、でその時はまだ本当にお芝居始めて1年経ってないぐらいですよね、すごい、まだ本当にお芝居始めたばっかぐらいの時に使っていただいて、はい、で、まあ、その時はもう結構思った通りにできなかったんです、僕自身が、で、はい、まあこう修行という意味でいろんなところにね、前も歩きちゃったので、もう相当もう労働というか、そうですね、僕は1年間修行という意味でいろんな劇団さんにお世話になってるんで、いや、まあじゃあそうなったら前こう果たせなかったこうもっとすげえ役者っていうやつを一期一会でかましてなと思って思っちゃいまして、思ったりねして、で今回お誘いいただいて、で、まあその前からもこの前の名古屋演劇会の
方の芝居が決まってましたので、ちょっと稽古がお休みがその11月頭まで本番があるんでっていうことを言っても、いやそれでもその後ちゃんとやってくれるなら大丈夫だよってお誘いいただいたんで、じゃあぜひっていうことでやらせていただきました。もうすごい信頼におけるもうこの間やっと復帰というか、一番最初の稽古の日だけ来てくれて、その後だいぶ僕もう来れないそう演劇杯の方行ってたんで、この間来てもらって、じゃあ入ってって感じでやってもらってたんですけど、もう一番目立つ、もう初っ端から飛ばしてくれてる。これもやっぱりでしょうねって言わない。ちなみにやっぱりその、暮らしているというか、いわゆる家族ではないという。家族じゃない、そうですね。そこがいろんな個性が立ってくるところだと思うんですけど、やっぱり明るいキャラですよね。明るいキャラですね。明るいキャラっていうか、特殊な、みんな特殊なんですけど。うるさい、うん、そう、うるさいキャラですね。そうなんです。これ言っていいですか、僕のポジションは言っていいんですか。そう言える、あラッパー、ああそうなんだ、知ってる、今なんか何でって M ジャン的な、ちょっとそこは使ってるんですけど、はい、ああ僕もぜひ舞台上で使っちゃいますから、ああそうなんだ、いやしっかりこう、CM を取れるように、しっかり CM 取れるようにもうちゃんとやります、そうようやくですごい賑やかしいっていうか、いい役いただいたんで、もう演出家お二人いるんでね、演出家お二人からやりすぎって言ってもらえるような、もう言ったね、もう言われました、この間一回言ったね、もうちょっとやりすぎって、ちょっと抑えてって言って、まあね、大きく作ってだんだん削っていく方が、そうですね、もうどんだけでかくなってきた、削る方が、でも削る、そうですね、膨らませっていうよりはそうだなって僕は思ったんで、北野さんがそういうの方が楽かなと思った。助かってやらせてもらってるんですけど、そうですね、しっかり言える、ジャズの演出をつけていただいて、はい、もうそうですね、じゃあここで玉城さんも今回ね、参加という形なんですけども、どういう参加の仕方っていうか、今回はそうですね、実は M テイスティの告知の時にも言いましたけど、そうですね、実はコラボをやっておりまして、現在進行中でございます。ちょっとね寄れないので、ここはやります。あ、すいません、あ、そうそう、そんなチラシがあるんですね、こんなチラシがあるんですね、そうですね、はい、一応上が M テイスティさんが最初にやって、次が井上さん、はい、そうですね、で最後のこの一期一会さんです、はい、はい、締めくくりでございますから、こちらなんですけど、何がコラボかっていうところの説明をしていただきたいんですけど、ちょっとね、裏返すとですね、そうですね、ここにですね、ちょっと見えますかね、なんかスタンプというか押すところがシールを貼って、はい、てるって感じですね、はい、で割引があったりとか、はい、うん、こちらでコラボ企画がある、そうですね、はい、で3つ集めた方にはちょっとしたプレゼントもあるって、プレゼントも、うわっ、この間いいんすか、拾ってきました、やった、はいはい、はい、集めよう、で私は、うん、その9月の劇団 M テイスティの公演と同じ役で、はい、うん、一期一会さんの公演に出ます、で出るんですか、出てます、おー、面白いですよね、すごいですよね、コラボってのは、あの時は、あ、どうしよう、これはちょっとネタバレというか、もうバレてますね、バレてますね、私の役はもうバレてるので、まあ、いわゆるその普通の女性かと思いきや、実は、まあ、悪魔に取り憑かれてしまった、うん、で悪魔、その普通の時ではなくて、むしろその取り憑かれた後っていうか、もう実態というか、多分両方出てくるのかな、両方ありますね、その一瞬、まあ、出てくるシーン自体は短いんですけど、うん、まあ、ゲストさんなんで、うんうん、ただその一瞬の中にも両方が見えるような、両方が見えるような、面白い、それの話はどうなんですか、途中から変えられたというか、それを付け加えた感じなんですかね、いやもう最初から入れるつもりで、あ、そうなんだ、うん、それはやっぱりそのコラボ企画コラボありきで作ってもらったので、うんうん、はい、その辺どうですか、やってみて久々にね、またあの役をっていうことで、なかなかでも他の作品に持ってくるってそんなないですよね、そうですね、うん、ちょっと難しいです。でしょうね。これでしょうねか。でしょうね。なんかあるでしょうねがいっぱいある。うん、難しいんですけど、うん、そこはまあ同じ役でいけるように、あ、いきたいなと。でもあの時の役といえば、ちょっと今回とは違うかもしれないですけど、結構ダンスあり歌ありのステージだったんですけども、うん、今回は何かプランというか、はい、まああまりねそのステージ、そうですね。
ただ私が出てくるシーンでは、うん、そのジブリールでも、あ、はい、あ、ありましたね、うん、でも同じ曲使ったりはします。あとは見てからの楽しみがいいかなと思って、ね、はい、じゃあもうまさにそのあの時の作品をご覧になった方は、あ、あ、こ、あの人、そうですね、あの人、あの人出てきたみたいしかもそのままの役だ、ね、ああ、なるほど、じゃあ今回あと、まあ、例えばこだわってる点とか、あと、まあ、なんですかね、その舞台装置だったりいろんなとこあると思うんですけれども、何かありますか、そのあたりは。そうですね、もう一個のコラボのお相手さんの稲穂の香織さんで使ってた、はい、舞台装置を、この間その、まあ、コラボしてるんで見させてもらったんですけど、うん、これはうちの装置でそのままいけるんじゃないかって思いまして、で、まあ、舞台作った方と、まあ、お知り合いなんで、うん、でこれ使わせてもらえませんかという話して、全部そのまま使わないんですけど、うん、ちょっと拝借して、あ、そのあたりもちょっとコラボなのかなっていう感じで。ちなみにこれは基本的に家の中とかが多い、ワンシチュエーションに近い。そうです、ワンシチュエーションですね。シチュエーションで、はい、じゃあ家具であったりとか何かそういったものが、うん、はい、家具は部屋ですか。そうですね、部屋の、うん、何でしょうね、まあ、部屋の一部、うん、一部がちょっと一緒になってるっていう感じです、ね、もうなんていうかもう本当にコラボですよね。だんだん当日なんかもうこの前の、ね、作品をご覧になった方は、あ、あの時の、そうです、気づく方もいる。稲穂さんを見た方はあっと思うかもしれないですね。そうですね、うん、ちょっとインパクトのある部分だったりとかも。そうですね、もう入った瞬間装置がすげえと思って、あ、でそれがまあ合ってたんで、うんうん、ちょっと借りようと思って。役者さん的にはどうですかね、今回こだわってるところとかって。あ、久々のまあ、ね、そうっすね、感じもなりますけど、やっぱりさっきのその前よりはっていうのが、そうですね、僕はブランクっていうかね、またここに参加って久々なんで、うん、もちろんでもそうですね、うん、前より成長したところを、うん、まずはこうその前を知ってる北野さんと、もう一人の演出家さんの篠木さんって方に、うん、あの見せたいなと思って、うん、で僕使えるぞっていうところ、あ、使えるぞ、それこの3月、いや、あの1月、11月の頭にあった公演で全然出れないのに出てって言っていただいたので、うん、その期待には応えられるようにというのは、そこはもうね、もうぜひ、そうですね、もう本当に役者冥利に尽きるという、もう本当にそうですね、ありがたいです、はい、もうそこで、あと、まあ、目標って言っちゃなんですけど、うん、アンケートとかに、うん、あ、なるほどね、うん、僕の名前がつらつらと続けばいいなって思ってます、うん、でもそこはやっぱり狙いですもんね。でもそうです、役もす、うん、本当にいい役をもらってるので、台本をわーって見たんですけど、うん、本当にいい役をもらえたので、今回はまあ役に恥じない、役に負けない役者で入れたらなと思います。だんだんこの番組の見えないハードルが上がってくる。前来た時も俺上げちゃったんですよね、ハードルをね、出ないのに上げちゃったっていう。でも今回はね、あの動いてるみたいですけど、福田さんもしかしてその、あ、久々にっていう方がね見えるかもしれないんで、うん、そこはぜひあの期待してお願いします、期待と思うんですけど、はい、どうですかね、玉城さんから見た福田さんとかって前からやっぱりご存知だった？いや、今回初めて、うん、初めてですね。稽古とか見ててどうですか？やっぱりそうですね、すごく声もあの大きいし、すごく目立つ存在だなと思いますね、うん、体も大きいし、うん、すごくあの役者としても得だな、うん、この人はって思いながら見てます。なるほど、はい、でさっきその前々からね、ご存知の北野さんから見た、うん、今回その福田さんは、いや、もうだからね、この間来てもらった時にもうインパクトがすごかったんですよ。私のインパクトがもう強すぎて、うん、そのあ、もうこれちょっといじるだけでいいやと思って、もう大体作ってきて、自分で考えて作ってきてくれるので、なるほどね、さっきの話みたいに、うん、あの任せられるという、じゃあやっぱりそういったなんていうか、いろんなプランだったり演出だったりにやっぱり対応できる役者さんっていう、うん、そうですね、もう、うん、手は焼かなくて済みそう。でもそれ怖いのが、うん、はい、僕毎回同じことが今回できなくて、毎回違うことをやって、はい、そう、行き過ぎたら止められるっていう、ちゃんと止めてくれるっていう、こっちも安心感信頼が成り立って暴れれるっていう感じなんで、でも個人的にもいろんなプランを持ってきて、もうやってますね、試して、うん、あとその場で生まれそうなやつとか、その他の役者さんがこうやってやってきたら、おと思って、おそう来るかじゃあ俺はこうするぜって、ね、楽しいですね、やっぱり。はい、じゃあそんなね、あの皆さんにあの期待しつつ、はい、じゃ あのここで告知をしていただきたいんですけれども、はい、改めしていただきましょうか。あ、まあ僕です、はい、よろしくお願いします。はい、
サムタイムユニットあと一期一会、第4回公演変わらないもの、ユースクエア、名古屋市青少年交流プラザユースクエアで、はい、行います。日時がですね11月の24日月曜日祝日3連休の3日目ですね、はいはいはい、の17時からの1回だけです。お1回だけだ、1回だけなんだ、1回だけです。うわ、1回限りですよ。そうです、寂しいな。だいぶ長いことね、1ヶ月2ヶ月作り込んで1回しかないんで、うわ、これはぜひ見に来ていただきたい、ね、なんか役者にももちろん冥利に尽きるんだけど結構プレッシャーとか、そうです ね、この公演1回目の公演を見てお客さんの反応とか見てここ変えるとかが一切ないですよ ね、 ですね、全くないです。はい、じゃあ会場は、ユースクエアということで、はい、あれ料金の方は、はい、料金がですね、前売り料金が1500円、はい、で当日は1800円になります。はい、先ほどちょっと出てきましたこちらのコラボなんですけども、はい、こちらの裏でですね、シールが貼ってるものを持ってきていただければ、はい、1個ついてる方は200円引き、うん、はい、2個ついてる方は200-200で400円引きと、そんなに安くなっちゃういう形になっております。なんてお得なんでしょう、はい、ぜひ、なんてお得なんでしょう、なんてお得なんでしょう、シール持ってる方はこちらを持ってきてください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ここまでは、サムタイムユニットあと151A さんから、北野隆さん、はい、福田正明さん、はい玉城美希さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、また一旦シュームさんで次のゲストさんに行ってみたいと思います。では、シュームです。